こんにちは、もしおです。今回は80年代を追体験しながら5つのアーケードライクなゲームが遊べる 198X をご紹介します。読み方はおそらく 1980X なのだと思いますが、この動画では便宜上 198X とさせていただきます。キックスターターを起点として発売された少し変わった不思議なゲームで、一言で内容を説明するのが難しい作品なのですが、たまにはこういった作品もいいかなと思いピックアップさせていただきました。国内の公式サイトでは次のような説明がなされています。本格アーケードゲームが紡ぐ成長の物語。現実とゲームの境界はやがて曖昧になり、コイン1枚で別の人生への入り口が開く。シューティング、レーシング、アクション、ロールプレイング、ジャンルも世界観も登場キャラクターも異なるアーケードゲームたちが紡ぐ成長の物語。スリルあふれるゲームたちを一つにつなぐ心揺さぶるシネマストーリー。ゲームセンターが全盛期を迎えた1980年代への熱い思いを現代の技術で結晶させた珠玉の一本。これでもよくわからないと思いますので、ざっくりとご説明してしまうと、本作は鬱屈した高校生と思われる少年を通じて80年代のゲームセンター黄金期を追体験するノベルゲームのような作品です。ゲームに没頭することで少しずつ大人へと成長していく少年の物語で、物語の中で5つのゲームをプレイすることができるようになっています。ストーリーパート、ゲームともにピクセルアートとサウンドが素晴らしい作品で、サウンド関連では小城雄三氏がコンポーザーの一人として参加していて、環境アートの大半は日本人アーティストによるものだそうです。少年の成長物語ということで、あくまで物語そのものがメインの作品ですが、ストーリーのネタバレは良くないと思いますので、そこは購入して楽しんでいただくとして、今回の動画では5つのゲームを中心に見ていきたいと思います。 Steam ではユーザー評価も高い本作。物語として捉えるのかゲームとして捉えるのかで評価が分かれそうな気もしますが、クオリティの高いピクセルアート、サウンドが醸し出す独特の雰囲気は一見の価値があると思います。ぜひ最後までお付き合いください。 198X は2018年のキックスターターをきっかけに開発が始まった作品で、開発を手掛けたのはスウェーデンにオフィスを構えるハイビットスタジオ。販売は Steam 版がハイビットスタジオ、任天堂スイッチなどの国内版は8-4によってローカライズされ、8-4から発売されています。通常価格は980円。あまり機会は多くありませんが、セールの際には600円前後になることがあります。比較的手頃な価格帯のゲームで、フルプライスのゲームではないということは覚えておいてください。それでは早速ゲームを進めていきます。一度クリアしてしまっているのでシーンが選べるようになっていますが、冒頭から始めます。ゲームは何の説明もなく進行していきます。操作方法なども説明がないので、手探りで進めていくことになります。雰囲気を楽しむゲームであるためスキップなどもできません。 198X のスタート直後に唐突に始まるのがベルトスクロールアクションゲーム、ビーティンハート。ファイナルファイトやベアナックルを彷彿とさせるゲームです。レバープラス、攻撃、ジャンプの2ボタン制で、内容的にはほぼファイナルファイト。ボタン同時押しで体力が消耗する回転蹴りを繰り出すこともできます。敵の攻撃、一発一発のダメージが大きいので、ミスしないように進めようと思うと意外と難しかったりします。
ボス戦が始まりそうなところで画面がフェードアウトしていってしまいます。実はベルトスクロールアクションはプロローグのようなものだったようで、ここからタイトルが表示され、ゲーム本編へと進んでいきます。There I was, up in my room, just like every other night. If you just let them.物語はキッドというやや鬱屈した主人公の独白を中心に進んでいきます。物語のネタバレは避けたいので次のゲームへ進みます。Sometime in 1980X Totally absorbed As if they experienced something from another dimension Maybe I could be one of them ここでプレイするのは横スクロールシューティングゲームアウトオブザボイドです。 R タイプを意識したと思われるゲーム内容となっており、通常ショットをパワーアップさせつつ、ため打ちも駆使して敵を倒していきます。
wouldn't be fair to say I didn't do my best in school. At least for a while, I really tried to make it work. But now, walking those hallways, free in a way I could still only dream of. 次にプレイするのは 3D レースゲーム、ドライブゲームです。アウトランを彷彿とさせるような作りになっていますが、ストーリーとのシンクロがメインで難易度は低く設定されています。I started hanging out in the arcade almost every night. The only bad part about it was having to come back up to the real world. 後半はドライブゲームを通じて、郊外から抜け出せない主人公の都市への憧れなどを表現しつつ、主人公が心情を語るパートとなっています。Everything is more terrifying and more exciting at the same time.次にプレイするのは、忍者が活躍するアクションゲーム、シャドープレイ。強制スクロールのサイドビューのアクションゲームです。80年代にこんなゲームあったっけ？と思わないでもないですが、そこは軽くスルーしてください。あまり情報がないのですが、このシーンは小城雄三氏による楽曲のようですね。ゲームはレバープラス、攻撃、ジャンプの2ボタン制。レバーを下にすることでスライディングも可能です。一応体力制にはなっているのですが、一発ミスになる仕掛けもあったりするので気が抜けません。
最後にプレイするのが、なんとロールプレイングゲームです。しかも 3D ダンジョンもの。なんでゲームセンターでロープレイという声が聞こえてきそうですが、そこはまああれです、やや強引な気もしますが、80年代っぽいものということで、開発された方が入れたかったのかもしれませんね。タイトルはキルスクリーン。ゲームはダンジョン内にいる3匹のドラゴンを倒してラスボスと戦うのが目標です。オートマッピングなので迷うことはありませんが、主人公の思考は一部現実とゲームの境が曖昧になってきています。バトルはコマンド選択式。3種類の攻撃は敵の種類によって相性があり、タイミングよくボタンを押すことでより大きなダメージを与えられるようになっています。また1回のバトルで1回だけ体力を回復させることができるので、どのタイミングで回復させるかがポイントになります。どんなにうまく進めても途中で敵にやられてしまい、最初からスタートとなってしまいますが、そこはロールプレイングゲームです。経験値を貯めてレベルアップすることで、どんどん先に進みやすくなっていきます。テンポよくレベルアップしていくので、うまくプレイすれば1回か2回のミスだけでダンジョンを攻略することができます。ある意味アーケードライクと言えるかもしれません。いかがでしたでしょうか。最後までプレイしてみて、本作はアーケードライクなゲームそのものではなく、ストーリー全体やその雰囲気を楽しむ作品だと感じました。極力ネタバレを避けたかったので、今回は間に挿入されるアーケードライクなゲームを中心に見てきましたが、そこだけ見て作品を評価するのは難しいのかもしれません。ちなみに Steam には500件以上のレビューがあり、その評価は86ポイント、非常に好評となっていますが、映像作品としての評価と5本のゲームに対する評価でやや賛否が分かれているようです。プレイできる5本のゲームは本編のシナリオを盛り上げるための演出といった感じで、1ステージ、2ステージ分くらいのボリュームしかありません。アーケードライクなゲーム集として捉えてしまうと拍子抜けしてしまうということだと思います。個々のゲームは内容はシンプルながら、グラフィック、サウンドのレベルは高く、もう少し遊んでみたいと思わせてくれるものでした。アウトランタイプのゲームに関してはスピード感、難易度ともにやや物足りなく感じましたが、主人公の心情を表現しているパートでもあるので仕方がないのかもしれません。少し変わった作品なので、プレイする人によって大きく評価が分かれそうな気もしますが、個人的にはサクッと最後まで楽しめてよかったと思います。エンディングまでプレイしても1時間から2時間程度のボリュームです。軽い映画を1本見るような感覚ですね。ストーリーパートのピクセルアートも丁寧に作り込まれていて見応えがあります。夜中に部屋を暗くしてヘッドホンでプレイすれば、この作品の雰囲気がより楽しめるのではないでしょうか。今回は Steam 版をプレイしましたが、 Nintendo Switch、 PS4 版も発売されていて、標準価格は980円、
ボリュームを考えるとこんなものかもしれませんね。どなたにでもおすすめできる作品ではないと思いますが、迷っている方はセールの時を狙ってみるのも手だと思います。アーケードライクなゲームそのものを求めてしまうと拍子抜けしてしまうかもしれませんので、その点はご注意ください。皆さんは今回の 198X どのように思われたでしょうか。感想など何でも構いません。ぜひ気軽にコメントを残していっていただければと思います。それではまた。今回ももしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。